今は。でもキャリーとかは片付けました。もう開きっぱなしで放置されてた愛媛帰りのキャリーケースを片しましたよ。なのでその引きこもってたけどちゃんとやってたわ何かは。あとさえは今すごいお腹が空いた。え、お腹空くようになったんだけど、ちょっとみんなこれ喜ばしいことでして、で昨日までちょっとマジで体調悪すぎてお腹が空かなかったんですよ。そうなんだけど今日からついにお腹が空くようになったのでマジでそろそろマジ治るマジでそろそろ治ると思う。今お腹空いてんだもん。感動じゃん。初見でしょ、けんさんこんにちは、こんばんはか。よいしょ。もう前髪を直すだけで随分シルエットが綺麗になる。こんばんは。なんか最近さ髪の毛のシルエットなんかいまいちなんだよね。髪の量が多すぎる気づいてたけど髪の量が多すぎると思うんだよね。嫌になってきちゃったな。両耳かけがいい頃になってきたかも。こんばんは。でもさ今めちゃくちゃお腹空いてるけどもう歯磨いたからさ何にも食べたくないんだよね。歯磨いちゃったから。こんばんは。食べるの怖くなりそう。あでも生もの食べなかったら基本的に人間お腹壊さないからさ。もう鶏肉もカチカチになるまで焼いてるかもしれん今後当分私。まあ別に鶏肉で当たったわけじゃないからそんなあれだけど。いやでもね相当生もの気にするようになるだろうね。けんさんお疲れ様です、ありがとうございます。でも今日なんか考えて食中毒でたなんか具合悪くなったのは多分初めてなんですよ。でもなんか似たようななんかなかったかなと思って、さ胃腸炎になったことあるわと思って。胃腸炎になった時はでもこんなに辛くなかったんですよ。やっぱね高熱出たのがねやっぱ一番きつかった。全ての体調不良の中でさ高熱に伴った頭痛が一番ねよあの弱いんですよ高熱が一番嫌いなのさやは。そう熱出ることが一番嫌いなのね。まあでも熱出ても頭痛くならなかったらいいの。でも大体高熱出た時って頭痛くなるからその頭痛が本当にダメだからマジでなんか無理なのそうだからそれが一番きつかったね。ウイルス性胃腸炎になった時はなんかめっちゃ吐いてたけど吐くのはなんかさそんな辛くないから。そう吐くのは辛くないかったからなんかウイルス性腸炎は多分ねそんなにダメージ負ってないんだよね。そうあの集合のバスに遅れそうになったっていう弊害があっただけだね。ウイルス性腸炎の時はマジであれはどうしようかと思った。やばいやばいみたいな吐いちゃう今めちゃくちゃ吐いててちょっとバス行けませんみたいな。それが一番きつかったですけど。そんなこともありました。
何年か前のリクアワの日ですけどね。やちさんギフトありがとうございます。平熱高くても高熱は辛い。え、全然関係なくない？全然関係なくない？こんばんは。いやー、でもその1日のその一番ピークで辛かった時で比較すると、コロナになった時とマジ一緒だった。てかマジコロナになったかと思ったもん。熱出た時、コロナの時と同じすぎて、その喉が痛く、なんか何の症状もないのに熱だけ出てるコロナみたいな感じに感じたから、それまたコロナにかかってみんなに迷惑かけるんやって絶望してた。それは全然陰性だったからあれと思った。はあ、食中毒みたいなね。よいしょ。なんかいくら熱出ても頭痛くなかった余裕なんだけどね。トメさんギフトありがとうございます。さあ、もうだって38度くらいあっても、なんか何かのステージ立ったことある。でも忘れちゃった、マジで。初期も初期一回あったな、でも覚えてないや。でもなんか食中毒ですってなってから何が怖いって、ギランバレー症候群に進化しないといいなと思って。そう、知ってますみんな、ギランバレー症候群って、その食中毒とかウイルスとかでなった時に自己免疫によって、そう、自分の免疫力で自分がダメージ受けるっていう、何その怖いやつと思ってさ。そう、それにならないかどうかだけすごい怖かった。大丈夫かなみたいな。こんばんは。まあ、知らない人は調べてください。うわ、お腹空いてる時の水ってめっちゃきついんだよな。無味、無味を体に入れるのめっちゃきつい。今元気ですよ。今日ちょっとお腹痛かったけど、お腹痛いなーって思って過ごしてたんだから。そう、なんか痛いなーって思ってた。今おかゆとか食べてんの？今日はうどん、今日もうどん食べた。昨日もうどん、昨日はうどんとお茶漬けだったけど、今日はうどん食べた。夜ご飯食べなんじゃったからさ、お腹空いてないんだよね。あ、空いてるんだよね今。なんかそう、夜お腹空かなかったから、あ、なんか空かないんだったら別に食べなくていいかと思って、食べるとお腹痛くなっちゃうから食べなくていいかと思って食べなかったら、今めちゃくちゃ空腹に襲われてる。あ、お腹空いたって今思ってます。まあ、メイク今してません。お風呂上がりすっぴん。なんかね、ここにニキビできちゃったんだよね。配信だとうっすらしかわかんないんだよな。こんばんは。いや、うどんうまい。今日は鶏ガラと醤油と、鶏ガラと醤油とごま油をちょっとお湯足してうどんつゆにして食べたんですけど、うまっ。昨日は、昨日のうどんは卵と、卵のせて醤油かけて食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったな。めちゃくちゃうまかった。
いい感じでした今日の昼ご飯。こんばんは。明日には完全に回復してるといいな。本当にね。明日はどうしよっかな。何食べようかな。こんばんは。松屋の海鮮豆腐キムチチゲが美味しいから食べてみて。でもさ、まだ松屋行ったことなくてさ、松屋に行ったら一旦牛丼食べたいやん。そうだから一旦松屋の牛丼デビューしてからそれちょっと。でも海鮮豆腐キムチチゲは多分絶対美味しいから、一回松屋の牛丼デビューしてからでいいですか。一旦それ経験してからでいいですか。ちょっと待ってもらって、そう一旦待ってもらっていいですか。こんばんは。海鮮豆腐キムチチゲは冬限定。やばい、冬っていつまでだろう。2月とかまでやってるかな。そしたらさ、ちょっと来月中に松屋デビューして再来月ぐらいにキムチチゲ食べ行くっていう計画を立てたいんだけど、そんな悠長なこと言ってたら終わっちゃう。え、それ初松屋キムチチゲになっちゃうかな。めっちゃおもろいやんそれ。そう、松屋なのにみたいな。こんばんは。中すいたな。中すいたからみんな食べ物の話終わり。はあ、明日は、で明日は家を出かける予定があるので、メイク配信でもしますか。久しぶりにね。よいしょ。昼間に、夕方くらいかな、昼間かな、ちょっと何時に出ようかな。ちょっと買い物行きたいんだけどさ、冬服とか買いに行きたいんだけど、ちょっといつ頃出るかはちょっと分かんないんですけど、まあ午後、夕方か午後すぐぐらい、お昼過ぎぐらいのどっかで配信しようかなと思ってるので、都合がついたらぜひご覧ください。夜はなんか眠くなかったらやろうかなと思ってるけど、まあ、次の日公演なんでおとなしくするっていう説もあるので、あんま期待しないでねぐらいですね。よいしょ。でも机に消しカスめっちゃ溜まってたから今ごめん捨てた。なんで消しカスあんな爆発してたんだ。なんか拾ってるはずなのにな。こんばんは。あ、明日も寒いんだ。昨日なんか寒かったみたいなみんなツイートしてたけどさ、昨日さ、うわやっぱあったかいな東京って思って歩いてたんだよね。だからなんかさ、みんなと感覚違うかも。もうわけわかんなくなっちゃった。もう何が寒くて何があったかいのかもう何もわからん。スケンさんこんばんは。こんばんは。そう、昨日あったかいなと思って超薄着で、なんならさなんかヒートテックを着るようになったのね。しかもヒートテックってなんか1年で効果切れるって言うじゃないですか。それ多分2年ぐらい前に買ったヒートテックだから多分もうヒートテックじゃないんですけど、いっぱい洗濯しとるし。そうなんかさ、
ヒートテックに、まあ、そんなに暑くない、え、なんかめっちゃここ痛い、何これ、ちょっと待って、ごめん話の途中でいいわ、え、めっちゃ痛いけどちょっと一旦置いとくわ。ヒートテックに薄手のセーターにマジでペラペラの上着着てったの。そう、もう秋からずっと着てる。そう、それでさ汗かいてたの私、なんなら。そう、なんかうわ今日めっちゃあったかいやんと思って、東京やっぱめっちゃあったかいやな、東温市ってやっぱ寒いし、長野はもっと寒いなと思って歩いてたんだけど違うかったわ、なんか全然寒いっぽかった、あれみたいな、あれちょっと待って、ここめっちゃ痛いんだけど、え、なにこれ、なんでこんな痛いんだろう、何かわかんない、ここ筋肉なのか筋なのか、それともはたまた別のとこなのか、何もわからん、 なんだここ、ここめっちゃ痛い、まあ、いっか、こんな感じでした、こんなめっちゃ痛い、恋、あ、恋だったら多分左胸だからこの辺じゃない、心臓やろ多分でね、このなんかあのここなんでしたっけ、鎖骨の下、どこだ、ここ鎖骨の下、あ、うん、もうここが鎖骨でここなのよ、そう、全然胸でもないのよ、心臓じゃないのよねめっちゃおもろくない、なんか恋しましたって時にさ、はあここが痛いとか言ってさ、めっちゃおもろくない、漫画の読みすぎやろ待って、最高だった、それはおもろいな、それめっちゃおもろい、それかこれから使ってくわ、なんかメンバーとかと一緒にいてさ、メンバーとかと一緒にいて、うわ今のキュンってした、可愛いって思った時に、うわ左胸痛いわって、それネタに使っていい、ちょっとおもろかった、私のツボに刺さったから、それあのもらっとくわ、そうもらっとくね、カレンちゃんの涙が凍るくらい寒かった言い過ぎなのよ、言い過ぎなのよね、でも私愛媛でどんなに外歩いても手がポカポカすぎて、すごい手ポカポカなのね、もう末端冷え症治っちゃって代謝が上がったから、すごい手いつもポカポカで、こうどんなに外歩いて手袋なしで歩いてもポカポカやったから、ずっとほのちゃんの手を温めてた、ほのちゃん冷たいねっつって、こんなにあったかいよっつってずっと温めてた、そう、こんばんは、そうキュンってなったら左胸が痛むっていう表現にする、これからうっ、って京香ちゃんにいっぱいやりそうだな、最近の私だったら最近ちょっとさ京香ちゃんのこと好きすぎるんだよな、この前京香ちゃんと一緒にお出かけしたんすよね、そうバカ楽しかった、京香ちゃんに写真あげていいかどうか聞いてあげよう、今度カイロさえ東京引っ越してきてから一回も買ってないわ、使ってない、もともとさ長野でもカイロあんまり、まあ、中学の時は登下校がマジで寒すぎて、なんかあのミニカイロの持つやつをなんか一個持ってってたような気がするけど、高校はもう一切使ったことないし、カイロにあまり縁がない、春カイロとかちょっと暑すぎて私ダメなんですよ、そう春カイロは暑すぎて貼れないから、中学までだな、小中はでもちっちゃいミニ手持ちカイロ、貼らないカイロ使ってた、1日1個、そうシャカ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 ってやるの好きなのよだんだんさ
酸化が進んでくるとなんか中のさあれ砂たちが固まり出すからそれを潰したりしてね。北海道っていいよね。でも春回路暑すぎて剥がしちゃうんだよな貼ったとて。貼ったこと 2,3 回とかしかないけど 2,3 回チャレンジしてあぁってなってた。そうこんばんは。まあでもお腹冷やすといいことないですからね。みんなは春カイロを使ってこの冬乗り越えましょう。私はちょっとカイロないなくもうなんならちょっともうね暑いから室内とか入るとめちゃくちゃ暑いんだよな最近。電車の中とかなんかめちゃくちゃ汗かくんだよな。電車の中暑くない最近。電車の中と店の中服屋さんの中とかさあとなんかそれこそショッピングモール的なその商業施設の中めっちゃ汗かく。暑いって弱暖房車欲しい。確かに弱冷房車があるなら弱暖房車もね作ってほしいぐらい電車の中めちゃくちゃ暑いよね。でもまあまあ混んでたりすると上着脱げないしなみたいな汗かいちゃって汗かいて降りて寒いかもって一瞬なるっていう。そろそろ上着あったかいの着よう。愛媛行った時はあったかいの着てたけど動物園着てたやつねあれはさ結構モコモコであったかいんだけどなんか去年とか着てたもう大冬用真冬用のコートはまだ一回も着てないな。あの猫のロングコートみたいなやつ全然。まあまだいいかまだいいかな。こんばんは。あれねあったかいですよ。あの動物園で着てたやつ今年買ったんですけど今年なんか一個それこそなんかすごい可愛いやつが欲しいなと思って女の子らしいやつなんか変な柄のやつばっか買っちゃうからさ私。でも変な柄のやつってさ変な柄同士で合わせられないからすげえ困るんだよねだからそうシンプルで可愛いやつ一個ぐらい欲しいなと思ってそしたら中柄でもさいけるやんと思ってね今年買ったんですけど思いのほかあったかくて愛媛あれがあればもう余裕のよっちゃんでした。めちゃくちゃあったかい中もっこもこやからそれ多分この21年の人生の中でさあのなんていうのビニール素材の中が羽毛みたいなのが入ってるあれはなんていうんだろうあのめっちゃギュッてやったらちっちゃくなるタイプのさあったかいやつあるじゃんあれなんていうんですかあれね多分あんま着たことないあれあんま着たことない。あれはダウンですか？ダウンを多分ほぼ着たことない。なんかあんまり私は着るのが好きくなくて、そう。ウルトラライトダウン的なやつ。なんかあれのシルエットがなんか自分の他の持ってる服とかと合わせると全然好きじゃなくて、そう。だからなんか着たいと思わないから着たことないんですけど、でもあれめちゃくちゃあったかいし、その持ち運びにいいっていうね、すっげーちっちゃくなるから、そう。あとじゃあ重ね着も好きじゃないので。なんか私すごい着太りするタイプだからさ
するとマジで太って見えるから、あと動きづらいから重ね着嫌いなんだだからすごい薄着になっちゃって、あの周りの人に見てるこっちが寒いって言われる人です。なんか私があまりにも寒さに強すぎるので、私はなんかもうめっちゃ多分他の人が見たら薄着で出かけちゃうわけだから、なんか見てるこっちが寒いって絶対言われるね。寒くない？絶対聞かれる。プラメオンでネオンキッズに出るサイリンも見てみたいなと思った。いやーネオンキッズは無理かな、ちょっとむずすぎた。私は見てて、うわこのお芝居私にはできないかもって思いながら見てた。ちょっと多分そのさ、人それぞれさ得意なお芝居の方向性ってあると思うんですよ。私の持ってる今の手札ではネオンキッズ難しい、絶対苦労するだろうなと思った。だからもっと手札増やしたいなと思った。そう、社会経験があまりにもなさすぎて、その私の得意っていうかさ、やっててその自分でこう噛み砕ける幅がめっちゃ狭いんですよ。なんかなんだろう、人生経験が乏しすぎてそうかな。なんかでも人生経験を急に増やすってのもまた難しい話だから、いろんなねドラマとか舞台とか映画とか本読んだりとか、エンタメからいかに吸収できるかってところですよね。そう、でも私はなんかそのお仕事に対していろんなのに挑戦することはすげえ好きなんですけど、生きることにおいていろんなことに挑戦するのは怖くて無理なんですよ。そう、もうなんか安全圏の中でしか多分生きれないから、だからもう本当にエンターテインメントから吸収しようと思っております。人生経験を積むのに向いてない性格すぎてそう、だからいろんな作品に出会って、そう人生経験が乏しい分をちょっと補填したいなと。まあ百聞は一見にしかずみたいなところあるんで、その実際になんかいろんな経験をした人にはかなわないとは思うんですけど、まあ自分の中でね成長できたらなとは思ってますけど、そう思ってますけどね。感じでございやす。じゃあちょっと今日は短いんですけど30分ぐらいで終わりにしたいと思います。なぜかというとちょっと眠くなってきちゃったからです眠くなってくると急にさ自分で分かるんだよね、脳みそ回らなくなってきたなって。そうエンジンが低速に入るんだよね、それを感じた今。こっから30分続けたところで、楽しい話題を提供できる気がまるでしなかったので終わりにします。ランキング読みます。13位オロロさんありがとうございます。12位ヤスさんありがとうございます。11位ヒラリンさんありがとうございます。10位ヤダシさんありがとうございます。9位クロギツネさんありがとうございます。8位トモッツさんありがとうございます。7位チョコブートさんありがとうございます。6位アルさんありがとうございます。5位ミナズキに3000点さんありがとうございます。
4位とてもキンキンさんありがとうございます。3位キンキンさんありがとうございます。2位やちさんありがとうございます。そして1位はトメスさんありがとうございます。イエーイ。ではみんな今日早く寝ましょう。私も明日は出かけるので早く寝たいと思います。おやすみ、バイバーイ。